実は、地方競馬の兵庫県競馬組合、山本和幸旧社所属だった元騎手。第55期長期騎手家庭。川崎所属の騎手、中越龍与は息子。1992年4月4日、高知競馬で、初騎乗。同年4月11日初勝利。1993年8月8日、第8回全日本新人王総派戦出場。 ナーグランプリ優秀新人騎手賞受賞。日本プロスポーツ大賞新人賞受賞。1994年マカオ国際見習い騎手、招待競争に出場、海外初騎乗。1995年高知競馬で、年間勝利数1位で、初のリーディングジョッキーとなる。1997年高知競馬で、年間勝利数1位。1月10日。 第一競争、フェイバードで、地方競馬通算500勝達成。1998年8月8日、高知競馬第8競争ラ系、B4 一般戦を、勝ちカップで勝利し、地方競馬通算600勝達成。同年、高知競馬で2年連続となる年間勝利数1位。1999年3月24日、 高知競馬第6競争荒径、C に一組一般戦を、北のエクセレントで勝利し、地方競馬通算700勝を達成。北海道競馬に一時留学中の8月7日1回、札幌競馬1日目第6競争サラ系3歳上500万円以下条件戦、友のロータスで JRA 初起乗。2000年4月23日高知競馬第9競争。 第16回南国王歌賞を、パワーレイクで勝利し、地方競馬通算800勝を達成。2001年1月7日、高知競馬第3競争荒系4歳2組一般戦を、YM 無敵で勝利し、地方競馬通算900勝を達成。同年10月15日、高知競馬第10競争終点特別を、若将軍で勝利し、地方競馬通算戦勝を達成。 2002年8月25日高知競馬第8、競争ラ系 A 級一般戦をリンガスボーイで勝利し、地方競馬通算1100勝達成。同年年間勝利数1位。ナーグランプリ優秀騎手賞、フェアプレー賞ともに初受賞。2003年5月18日高知競馬第7、競争ラ系 C 級一般戦を、ナリータプロテクターで勝利し、 地方競馬通算1200勝達成。前年に続き年間勝利数1位。ナーグランプリ優秀騎手賞受賞。2004年全日本リーディングジョッキーズシリーズ出場。2005年9月3日、第8回高知競馬3日目第4競争荒径 F49 一般戦を、早崎で勝利し、地方競馬通算1500勝達成。 同年、WSJS 地方、競馬代表機種選定競争出場。同年年間勝利数1位。2006年1月24日、佐々木武美カップジョッキーズグランプリ出場。同年3月26日の騎場を最後に一度機種免許を返上。 兵庫県競馬組合遺跡のため内気に従い山本、和幸急,急車での休務員生活に入った。高知競馬での地方競馬通算成績は8,817戦1,576勝であった。2007年9月29日付で、機種免許を再取得。手首の骨折のため再デビューが遅れていたが、同年11月6日。 そのだけえば第7競争 D21 組3歳以上、条件戦、ハートスランプで、約1年7ヶ月ぶりとなる起場を再開。翌々日の11月8日、そのだけえば第8競争 C63 組3歳以上、条件戦コスモセグレートで遺跡後初勝利。2008年1月3日、そのだけえば第10競争第50回新春賞を。 バンブージーコで勝利し、遺跡5発重賞制覇。同年6月5日、そのだけエ第1競争 F42 組3歳、条件戦をマッサテスコで勝利し、地方競馬通算1600勝を達成。2012年10月26日同日をもって、騎手を引退し、川崎競馬場で、急務員になる。 生涯地方通算成績は1937千1706二2着千5 0 6回3着百3 3 9回、勝率15.6%、連帯率29.4%。JRA 通算参戦令勝2013年12月31日に行われた東京2歳優秀品馬をブルーセレブで制し 救務員として、重勝初勝利を挙げる。また、同馬で、ナーグランプリサラブレッド2歳最優秀品馬を受賞し、高知での騎手時代以来10年ぶりにナーグランプリに出席した。ありがとうございます。